1年前の自分に月姫リメイクとメルブラ新作を遊んでるなんて言ってもう絶対笑い飛ばします。本当にありがとうございます。そうですね、こちらこそ、プレイしていただきありがとうございます。あのね、これはねマジでそうなのよ。まあ、俺の場合さすがに1年前はあれなんだけど、いやどうかな、その1年前の俺にその今年メル月姫出てるよって言っても多分俺ね、いやまだ出ないっしょって多分言ってると思う。あのこれマジで、そのメルブラ作ってる時にね、月姫が出てその後にメルブラ出るよっていうね、座組というかパターンで開発してたけど、俺はまだ出ないと思ってた出るって聞いてたけど、出ないと思ってた。もう一回返信残してるかなって俺マジで思ってた。さすがにさ、やっぱその、10年間ぐらい待たされて、いやいや来年出るからっつって、信用できるかっつうとね、ちょっと失礼なんだけど、やっぱさ、さすがにさ、まあ出ないんじゃねって思うじゃん。出ないんじゃねって思うじゃない？まあでも出たんすよね、これがね。しかもすごい素晴らしい形で出たんで、まあほんとね、いい、俺的にはプレゼントだったなぁと思ってますね。完全にプレイヤー寄りの話で申し訳ないんだけど、まあという感じで、その、なんだ、今後ちゃんと生きていく目的が生まれたなぁとは思いましたね。その、裏側って言うとあれだけど、まあ続きもやりたいし、ね、月姫のね。まあで、メルブラもちゃんと出せてよかったなぁという感じですかね。本当に。ちゃんとメルブラの新作が出せて、出せた？みたいな。いやー、そうなのよ。ただね、俺未だにね、ちょっと実感がなくて、まあ前も言ったけど、お店でメルブラ売ってるの見たことなくて、お店でね、メルブラ売ってるの見たことなくて、本当に売ってんのかな、このゲームって思うことはある。ね。売ってないでしょ、このゲーム、マジで。売り切れっていうね、貼り紙すらなかったからね、秋葉原。売り切れの貼り紙がある店舗ですら2店舗ぐらいしかなかった。他全部、ちょっと、夢だったのかもしんねえ。と思ったりしました。はい。まあ、という感じで、とりあえず月姫出て、メルブラ出て、ね、この1年、2022年もメルブラ、ガンガンやってきますんで、遊んでもらえると嬉しいです。はい、お便りいただきありがとうございます。